合で審判長としてお願いしたい3つのことがあります。1つは、特にこの寒い日は気合を出してください。元気を出してください。大きな声を出してくださいという。2つ目は、礼儀を大切にしてください。3つ目は、仲間を精一杯応援してくださいという。その訳は、ここにいるほとんどの人が元旦から寒い寒稽古なんかをやっていたと思います。きっとこたつやストーブから離れるのが嫌だったけれども、それに待って練習場まで行ったんではないでしょうか。剣道はそういうことを発揮、自分の弱さに立つという。ここに来た人は自分の弱さに立ってきた人ばかりです。ですから大きな気合を出してやってください。先日の中日新聞に、今はとっても仕事に就きにくい、就職の厳しい時期です。ところが会社が学生時代に部活動をやった人を優先して取りますという記事が大きく出ていました。その理由は、部活動をやった人は辛いことがあっても負けない、やめない、それから仲間を大切にする、そういうことが書いてあります。ですから、もう一つは礼儀が失